どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、お待たせしました。本日はですね、このガズのわがままウクレレとか、ガズレレモデルを作ってるこの G ラボのウクレレ工場見学ツアー、第2弾のお届けということになります。はい、ちょうど1週間のちょっと前ぐらいに第1弾を公開したばっかりなんで、皆さん今一度ちょっと見てもらいたいんですけど、前回の動画ここに貼っておきます。そしてですね、動画の最後にまたちょっとここに戻ってきまして、再生リストなどの紹介をしたいと思いますので、また最後まで動画見てください。それではですね、今回の工場ツアーではいよいよ大きい木からちっちゃいなんかこう作業をする部屋の中に入っていくというところで前回終わってたんで、その部屋に中に入るところからお届けしたいと思います。はい、 G ラボガズレレ工房見学 in ベトナムホーチミンの工場ツアー第2弾、皆さん行ってらっしゃい。ベトナム行ってらっしゃい。はい、じゃあちょっと木工室行きます。中行きましょう。はい、すごいね。じゃんじゃん、もここ木工室です。木工室、お、スタッフが黙々と励んでおります。みんなほら G ラボの服着ていいね。ちょっとごめんなさいね、音うるさかったんで音止めました。はい、これ今職人さんが塗装したものを、うん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 、サンドペーパーで削ってます。磨きだね。これ手でやってんだもんね。はい、今これ映ってるのセミオーダーの作品ですか？これはですね、サンプルですね。あ、サンプル。今そうだ。いろいろサンプル。今ちょっとサンプルで作ってるやつですね。なるほど、なるほど。あっちがセミオーダーか。あっちはレギュラーかな？こういう感じで。これ、削って塗装してっていうのを、はい。レギュラーだと5回か6回。そんなにレギュラーでね。はい。セミオーダーとか、まあ、セミオーダーだとグロスのものもあるんですけど、うん、そういうのだと、倍ぐらいですね、うん。やっぱりそうなんだね。で、レギュラーっていうのはこれだよね。今映ってる、この、そうです。ね。うんうんうん。これ今レギュラーですけど。それ手間かかるなぁ、本当に。もうオーダーだと10回ぐらいこれを繰り返しますね。ああ。塗装して乾いたら、こうやって磨いて、もう一回塗装してっていうのをずっとやってます。だね。だからこそハンドメイドの価値だからね。お、カッタウェイの。これはガズモデルです。あ、ガズモデル。ガズモデルなんです。やっぱ塗装が違うからね。これから塗るわけだからね。そうです。サンバーストって最後の方に塗るので、まだサンバーストかかってないんですよ。なるほど。確かに今さ、指おかしくなりそうとか、一日中サンドペーパーかけたら指がなんかおかしくなっちゃうけど、まあそこはプロだからね。これ、指っていうより、腱鞘炎によくなりますね。なりますね。腱鞘炎によくなる。なるほど。これは、職業病として、この塗装の作業の人はみんな腱鞘炎になります。ああ、ちょっと気をつけてね、いろんな他の作業もやりながらやってもらいたいなと思うけど、みんなベトナムの方なんですか？国籍は。みんなベトナムの人です。ああ、いいね。ベトナムの人、いい人多いんだよな。ほんとね、日本人のこと、みんな、すごいいいイメージを持ってくれてるし、すごくなんかいいよね。うん、はいはい。そうですね、みんな優しいですし。そうね。金松さんも、フランクに話できます。金松さんの奥様もベトナムの方だもんね。すごい、はい、ナイスレディーでございます、もう本当に。あ、かっこいい。やっぱあったり見たりなかったこと、またいいね。輝きが、すごい。これ、マットのやつでも、うんうんうん、塗装中はこうやってちょっとグロスっぽく見えるんですよ。なるほど。これレギュラーラインなんだ。これもレギュラーラインですね。はい、レギュラーです。これからどんどん仕上げていく過程で、ちょっと、ツヤ消しっぽくなってくるってことですね。最後の塗装で、ツヤ消しにするのか、ツヤありにするのかを決めるんですね。なるほど。そこの最後の材料の違いってことです。うん、その状態もかなりかっこいいっていうか、いい響きだよね。ピッカピカでもないしさ、なんかね。なるほど。そうですね。いわゆる最後にする塗装はキラキラになるんですけど、これっていわゆる中塗りっていう塗装なので、中間塗装っていうんですけど、それはちょっと半ツヤみたいな。なるほど。状態ですね。いいね。なんとなく質感がよく見えますね。
はい、ここほとんど機械なしで手作業です。そうだよね、これは手じゃ無理だよな、形が一個ずつ違うし。はい、あっちに今これがですね、トップ材とバック材ですね。ああ、はい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 。見えるか、ちょっと影が。センターで合わせてるわけですね。ガズモデル、ね。おカッタウェイの。はい、そうです。これガズモデルのトップ材ですね。おー。真ん中で分かれてるんですよね、それって。これそうです。ね。フックマッチでこう、分かれてますね。そうそう。そうね。木目がね、見ると分かるけど。そうです、そうです。はい、綺麗に左右対称になれるようにっていうことで。それを繋いで固定してる状態ってことですね、今ね。そうです。はい。そうです、そうです、そうです。この裏にはこういう、繋ぎ目には補強されますね。はい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 。へぇー。割れやすい。これバック材だ、今映ってるのね。これはバックですね。バック。はい。そっか、面白いね、そうやって見てると。自分、みんなも、ガズのさ、わがままウクレレとか、ガズウクレレ持ってる人は、これ自分のウクレレ見ながら見てると楽しいと思いますよ。そうね。そうですね。どこの部品なんだろう。どこのままウクレレやな。日本の町工場と同じ職人芸ですね、って。ほんとそう。はい、そうですね。もう、職人、本当にうん。慣れた人じゃないとやっていけないですね。まあそうだな。また可愛らしい屋台で作業してるね。そうですね、はい。いいな、これ。これは今ちょうどライニングっていうのをつける作業ですね。うんうんうん。なみなみしたやつね。そうです。こう。これ面白いと思うよ、この作業は。これこれこれね。こういう。はい。はい。皆さんもウクレレね、中、ここから、ここの穴から見ると見えるよ、それ。このグレそうですね。多分サウンドホールから見ると、ちょっと見えると思います。穴の中。これ木を曲げるためにカットが入ってるんだよね。そうです。そうです。そうです。で、例えばこういう風に今型にはまってるんですけど。おお。さっき曲げたやつを今度合わせてるってやつだよね。これね。プレスした。今ここに、あ、そうです。これは、そうですね。さっき再度曲げたやつを、くっつけてるっていう感じで。わかりやすい。これ、動画の構成がいいですね。丸田棒から切り出して、曲げて、今、こうなってみたいなやつ。そうですね。ちょうど歩いてくる過程が。そうですね。いいです、いいです。わかりやすい。その縁にはめていくんでしょ、さっきのやつは。そうです。今、ここ、指で、なぞってますけど、ここの部分に、上下左右全部ですね。表も裏もね。はい。やらないといけないので、全部に貼ってます。あ、これ貼ってあるやつがこれですね。ああ、なるほど、なるほど。ちょっとね。上側だけですけど、裏側はまだですね。それはいつさ、その枠から外すんですか？結構時間かかるの、固定されるまでに。これはもうトップとバックを貼り付けて、箱の状態になってから、この型から外してます。そうなんだ。じゃあそこまではずっとそこに癖つけていくわけだ、そこでね。そうです。そうです。はい。どうしても木は、うん。形変わっていったんで、時間が経つと。こう押し込めてくる感じ。そうですね、そうですね。はい。トップとバック貼ると、こういう感じで、ちゃんとボディに。なるほど、なるほど、なるほど。今ね、いい質問来てます、キーちゃん。わがままウクレレは1枚板だったと思いますが、2枚が重ねるのは何ですかっていうのはね、その1枚っていうね、その楽器の世界では、1枚っていうのは厚さのことを言うんですよ。いわゆる安い木材っていうのは、ビニヤ板使ってるんで、ここから見るとこうスッとなっているんだけど、うちのウクレレは1枚板を切ってるっていうことで1枚なんです。それを真ん中で、これはね、楽器作りのもう、一番いい作り方なんですよ。真ん中で合わせていくということ、横に切った時に1枚だということなんです。これね、結構ね、誤解されてる方が多いんですよね。だから、ここが1枚の板ってわけじゃなくて、この、厚さが1枚ということになってます。はい。はい。まあ、その他にも、ガズレ、わがままウクレレの、はい、まあ、特徴として、うん、まあ、こういうガズモデルのような、こう、カスタマイズされたモデル以外のもの、というのは、その3層構造のベニヤという意味ではなく、うんうん、完全に、これ自体が1枚の木。あ、そういうとこもあるんだね。なるほどね。ブックマッチでもない。本当に1枚。あ、そういうモデルもあります。
へぇ、はい、すごい。それは贅沢。わがままウクレレの場合は、本当に1枚です。なるほど、なるほど。あ、そういうことですけど、例えば、セミオーダーの一部とか、ガズモデルだと、うんうんうん、こう、横にあの線が入ってるじゃないですか。はいはいはい、そうね。線。これを、この2枚貼り合わせた方が対称になって綺麗なんですよね。うん、あ、確かに。今僕が持ってるこのコンサートの薄レレは、これ真ん中繋いでないから、これ1枚板だ。こっからここまで。はい、そうです。あ、今ほら、うちに今ガズモデル持ってきたけど、こういう模様がね、対称になるようにこうなってるわけだね。真ん中でね。そうです。高い木材だとやっぱり横に木が入るので、うん、こういう風にした方が、綺麗に見えると。そうだね。そうだね。いうことで、こういうふうにはしてます。なるほど、なるほど。通常のライトはやっぱり同じで、カスタムのモデルには、こう、真ん中で、2枚をつないでる、その補強の木が入ってますけど、うん、普通のわがままウクレレは入ってないんです、ね。そうか、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 そうだ、そうだ。これも1枚の板ですよってことですね。なるほど。一日に何個作れるんですかって書いてあるけど、もう作業工程が何日も渡ってるから分かんないよね。一日。そうですね。一、うん、本あたりでも1ヶ月半ぐらいです。全部入れると。ああ、入れるとね。うん。はい。ね、だから、分かりやすく言うと、今週はネックだけ作って、次はみたいなイメージで考えてもらった方が分かりやすいですよね。そうですね。それをその、今いるスタッフでいろんな工程を担当してもらいながら、同時並行である程度進めてるっていう感じです。だからさっき今映ってるペーパーかけてる方も、年がら年中ペーパーやってるだけじゃないですもんね。いろいろなことをやっていくださいそうですね。はい。塗装班はほぼペーパーですけど。お、なんか手で向けてます。はい、サイド。あ、なるほど。へぇー。サイドを曲げるのと、手で曲げるのと両方やってます。これはもうちょっと間違ったら折れちゃうやつだ。割れますよ。コメント入ってて、初めてウクレレもそうなんですが、初めてウクレレは全然違います。初めてウクレレはめちゃくちゃリーズナブルじゃないですか。あれはですね、中国の工場で G ラボが、指定を出して、そのように作ってもらってて、やっぱりあっちはね、きっとかなり工業化が進んでいますね。まあそこら辺はもう値段を見てもらえばわかると思うんですけど、そう考えてみると、ガズーのこの G ラボのは、何わがままウクレレとか薄レレとか、僕相当リーズナブルだと思いますけどね。はい。はい。そんな感じです。ガズオーダーのベトナムメープルは2枚ですか？メープルみたいな木はね、木材の木目があるから2枚です。でも、これはですね、楽器業界ではこの真ん中の2枚合わせっていうのは、すごいいい作り方だとされてるんで、全然問題ないですよ、カズミンさん。ね、ベトナムメープルはセンター合わせの2枚ですよね？そうです、はい。うん、それの木目っていうか、もう美しさも一個こう加味されてるっていうことが、やっぱ特徴的なんで。こういう感じでこう。そうですね。工芸品的な見方として左右対称の木目、真ん中から左右対称の木目が美しいと、言われることもあります。はい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 。そう。違う世界、そう。今、久野佐藤さんが書いてくれてるけど、木目って全部違うから、みんな本当に世界で一個なんですよ。これは本当にね、面白い。はい。そうなんです。一月あたり注文の上限数はいくつですかって聞いてきてますよ。はい。すみません。もう一度お願いします。一月あたり注文の上限数、一ヶ月最大マックスでどのぐらいできるのかなって。大体70本ぐらいですかね、今のこの、うちの生産能力は。なるほど、なるほど。まあ、一ヶ月70本って言ったら、まあ、多いようで、貴重っちゃ貴重ですよね。なるほどね。まあでも、あんまりね、バン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 早く作ると、効率になっちゃってさ、やっぱりその質が落ちてる、くるのもなんだか、今一番いい感じなんでしょ？どうも今までの歴史を振り返ってみると、今一番いい状況だっていうようなムードに僕は思ってる。どうですかね。まあ、そうですね。品質もそうですし、生産本数も、今は、今一番ベストな状、過去の歴史から考えるとベストな状態だと思います。なるほどね。はいはい。あ、今、キーチャーさんから質問で、ね、鳴りとか強度が影響しないのかなという、セッター合わせだと、こういうの影響ないんですかって聞かれてます。強度が影響しない。
トップ材を合わせると鳴門強度に影響しないのかという質問に対しては、もう一回、このメープル材みたいにセンター合わせの2枚、はい、のものと、さっき言った1枚のものと、なんか、うんうん、変化はありますかというようなことだと思うよ。変化はあります。うん、うん。はい。違いは、あります。はい。ちょっと具体的に言うと、例えばこのコンサートの、普通常のモデルなんですけども、うんうん、それは1枚。これ1枚なんですよ。うんうんうん、で、すごくでかい木を4分割して、うんうん、その4分割の一辺なわけなんですけど、うんうん、こっちが木の中心に近い方です。なるほど。ここが近い方です。はい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 。はい、ということで、ここからここまでで、まあ、何十年か、ちょっと何百年か分かんないんですけど。ああ、はいはい。違うわけです。気候変動だったり、木が日陰に入っちゃったりとかすると、どうしてもどこかの木目が弱くなりますね。なるほどね。はい。こうすると、その、強いところ、弱いところが、一枚の、中で出てくるので。出てきちゃう可能性が出てくるけれども。はい、で、それが、どうってことか、そうか。なるほど。どうぞ。はい、それが、例えば、低温側の方で、うんうん、低温側、例えば三元が、影響するような場所が、柔らかい、うん、弱いとこだと、音は低温がよく聞きますね。ああ、なるほど。じゃあ、それ、うん、それ、個体差がやっぱあるってことだね。つまりね。そうです。はい。うん、それで、うん、じゃあ真ん中で継いだ、真ん中で継いで左右対称にした場合っていうのは、メトナム、メープルならみたいなやつのね、このガスモデルみたいに真ん中で分かれてるやつだと、どうぞ。はい。比較的、まあ、左右対称で同じような強度にはなるので、音のばらつきっていうのは、比較的少ない方向にはありますね。うん、なるほど、なるほど。いや、勉強になりますね、それは。なるほど。はい、いやいや、面白い。はい、そんな感じ。まあ、ブレーシングもこれからちょっと後で何かの時に説明してください。よっちゃんからブレーシングの説、木材の。あ、ブレーシング、今これね。ブレーシングって何かちょっともじゃくん簡単に。ブレーシングは、まあ、よく補強のバー。うん、ただの一枚の板だけでは、弦の強さに耐えられないので。うんうんうん、それを補強するためのバーという意味合いが強いと、まあ、されてはいますけど、本来の目的は、はい、歴史的な目的は、トップのブレーシングは、サウンドコントロールする、うん、まあ、そういう場所、そういう部品。要はブレーシングによって僕もギターいろいろやってんだけど、そのアコースティックギターとかっていろいろ X ブレーシングとかなんとかブレーシングってその木の張り方で音がすごい変わるっていうふうに言われてますよね。そうです。それでサウンドコントロールする場所という位置づけと、うん、まあ、バックに関しては、やっぱりどちらかというと強度を持たせるための、はい、補強のバーという意味合いが強いですね。まあ、じゃあ両方の一応意味はあるんだけど、まあ、そういうことの形とか張り方でもサウンドデザインをまあもじゃ君がしているってことだよね。そうですね、まあ、トータルで見て。だから薄レレなんかをさ、はい、やっぱ最初の試作品から見たら最近めちゃくちゃ薄レレめちゃくちゃいいから、まあ、そういうのもちょっとブレーシングとかもやっぱりいろいろ研究したんだなっていうのが僕なんか思った。そうですね。まあ、薄レレの場合はサイドにがちょっとまた違うんで。なるほどね。この辺研究だ、研究。そうですね、もう日々研究で新しいものやってますって感じです。素晴らしい、素晴らしい。こちらはネック。ネックの加工という加工法ですね。こうやって見ると、めちゃちっちゃいな、ネックだけ持つと。そうですね。これ片方ソプラノなんで余計ちっちゃく感じますけど、すごい短いですよね。はい、すげえ。うん。すごい。まあ、こんなような、機械では加工しきれないところは手作業で削っていきます。はい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 。こういうところとかね。う
そうね。もともとはそうだ。木を切り出してるだけだからね。うん。そうですね。もともとは四角い木なのね。そうなんだよね。面白いな。はい、なるほど。じゃあちょっと仕上げの方のお部屋行きましょうか。あ、行きましょう。仕上げ室、こっから繋がってますけど。さあ、皆さんいかがだったでしょうか。第2弾もびっくりですよね。ものすごい手間がかかってるんですよ。この1本作り上げるのにね。いや、だから、このね、工場見学の動画を見れば見るほど、本当にですね、なんていうか、感激です。はい。皆さん、はい。ガズのわがままウクレレたち、ガズモデルなどのこのウクレレたち、またね、改めてこう、理解していただけたらかな、というふうに思います。で、この動画なんですけど、今ね、いいとこでまた終わっちゃったでしょ。全3回の動画で、構成されています。もうちょっとしたら、次回の3回、ナンバー3のね、工場見学動画をアップロードしたいと思うんですけど、今回ね、再生リストにしました。今一度こう概要欄と今ここにも貼るんですけど、1、2と続けて、で、これからこの後3が、アップロードされたらその1、2、3完結編ということで再生リストになってますんで、ぜひね、その流れでね、見ていただくのもまた面白いかもしれません。そういうわけで本日はですね、ベトナムの工場見学第2弾の、公開動画ということでございました。はい、第3弾の。公開もお待ちください。で、まあ、この、今ね、即販売ということで、これ、皆様にお届けしてたガズのわがままウクレレシリーズなんですけど、もう、あっという間に実は完売してしまいまして、また2月、2022年の2月にはですね、またドンとまた入荷がありますんで、その時もね、また即時発送ということで、またお案内できると思いますんで、今しばらくお待ちください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。さようなら、バイバイ。